はい、西多摩新選組のチャンネルでございます。日時はですね、2024年1月の今日は24日でございます。はい、今来ているところは東京都青梅市、東京都青梅市のですね、今井山頂の交差点に来ております。はい、先日からですね、私の動画で、トラック野郎一番星、トラック野郎一番星でですね、トラック野郎一番星のロケーションは青梅市でね、撮影しましたよっていうね、動画を出したんですけども、反響がですね、未だにすごいんですよね。あの八代亜紀さんのですね、追悼動画っていうね、こともあったんですけれども、もうね、青梅市でね、ロケーションをしたんですか、本当ですかっていうね、問い合わせがね、結構私のところ来てるんですよ。それでですね、私何本か動画上げたんですけれども、もうね、何本か動画上げたんで、もうネタがね、はっきり言ってないんですけどね、あの青梅市で撮影したっていうね、もうね、ネタがないんですけれども、それでもですね、まだ細谷さん知ってるでしょっていうね、問い合わせが結構来てるんですよね。ただですね、青梅市で、トラック野郎のロケーションはですね、もうないんですよね、本当に。ここのね、今井三丁目の交差点では、シリーズ、トラック野郎のね、シリーズで何回か撮影はされているんですけども、この他の場所にはですね、この他の場所では、撮影は行っておりません。ただですね、青梅市近郊では、実は撮影を何回かやっております。トラック野郎のですね、映画のこの、場面は、ここで撮影したのっていうね、場所があるんですよ。そこの場所ね、ちょっと私、まあ反響が結構すごいので、私ね、ちょっとね、時間があったら、あくまでも時間があったらなんですけども、撮影をね、行こうかなと今考えております。はい、トラック野郎、一番星。トラック野郎一番星の動画、またですね、時間があったら今度ですね、撮影ロケ地巡り行きたいと思います。告知でございました。現場からは以上でございます。西多摩新選組細谷秀明のチャンネルでございました。